皆様おはようございます。台風がねもう2個も来ちゃってるせいか、もう昨日の夜からもう雨みたいな感じです。もうそんなね鬱陶しい雨を吹き飛ばせみたいな感じで、今日もねどんもの行ってみたいと思います。まずですねこちら厚揚げですね。はい、厚揚げの甘辛煮ですね。甘辛煮の作り方と厚揚げの処理の仕方はね別の動画にございますので、そちらの方ねご参照いただければ幸いかと思います。厚揚げまかないぐらいで YouTube 検索していただければもうバッチリね一番上の方に出ると思います。はい、それではね作っていきたいと思います。うまそうだなこの厚揚げ。まずですねこの厚揚げ甘辛煮のこのお出汁ですね。お出汁をぐん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 と、はい、このお鍋の中にね、先に入れてください。ぐんぐんぐんと、はい、甘ったるいね非常にいい香りがしております。はい、こんなもんでいいのかな、こんなもんで、はい、そしたらですね、これに隠し味の練りがらしですね、練りがらしポットンと、はい、落としてください。そして混ぜ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 ですね、混ぜ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 してください。混ぜなかなか混じるぞみたいな。はい、そしてここにねもう一つの隠し味オイスターソースを2-3滴、こんな感じでよろしいんではないでしょうか。そしたらこれ火にねかけていきます。はい、だし入りのお鍋火にかけました。ちょっとね、からしがダマダマになってますね。まあそんなことは気にしていられません。このダマダマをなくすためにはちょっとずつね入れた方が良かったかもしれません。はい、そしてここにくし切りの玉ねぎと千切り人参ですね。はい、これを入れて玉ねぎにね、半分ぐらい火が通るのを待ちたいと思います。あ、今日何作ってるかって言いますと、簡単美味しい安い厚揚げ丼、これをね作っていきたいと思います。もうどんだけどんどんねいっちゃいましょう。玉ねぎの方にね半分ぐらい火が通りました。そしてここに厚揚げの甘辛煮ですね、これ好きなだけ入れちゃってください。はい、ガッツンガッツン、まあ、4つぐらいでいいかな、これお腹いっぱいになっちゃうんでね。はい、そうしましたらここに溶き卵ですね、溶き卵これを回しがけて、はい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 ですね。はい、あとはね蓋をし卵は半熟程度になるのを待ちたいと思います。はい、いい感じでね卵は軸半状態になりました。ここで火は止めちゃってくださいませ。あとはね、これをご飯に盛り付けて食すだけでございます。はい、それではね、ご飯の上にたっぷりコンコンチキチキバンバン猛烈ですね、これ盛り付けていきたいと思います。はい、飯です。はい、飯の上にダダダダダダですね、もうすごい蒸気だ。あ、食べれるかなこれな、ダダダダダと、これ熱さ結構ねお腹たまるんですよね、ダダダダダダと。はい、そしてお汁をパラリンポンとかけて、はい、あとはね彩りに刻みねえぎですね、刻みねえぎ、はい、そして紅しょうがですね、紅しょうが、はい、これでね完成でございます。それではテーブルの方に運んで食していきたいと思います。うまそうです。の方にですね、厚揚げ丼を運んでまいりました。厚揚げだけにも熱々そうで怖いです。はい、そしていつものようにお好みでね一味七味ガッツンガッツンカプサイシンパワーですね、はい、かけて召し上がれ召し上がる、いただきます。熱そうで怖いな、怖いぞ。熱い、ほんと熱いわ。熱い。怖いですね、厚揚げ。ちょっと切って、ちょびっとね、いってみたいと思います。いただきます。いやもうこのしみしみの厚揚げですね。お味しみしみの厚揚げ。それに、このまったり卵ですね。あ、大きい、怖いな、これ、熱いな。いやー暑いけど最高最高最高ではございませんか。はい、それでは本日も最後まで無駄なしまかない道場ご視聴誠にありがとうございます。本日はですね、簡単安い
うまい、早いも入るのかな、厚揚げ丼のご紹介でした。はい、そして皆様にお願いがございます。モチベーションアップ、動画モチベーションアップのためにですね、グッドマークを1票入れていただければ幸いかと思われます。それでは失礼いたします。うまいです。最高。